イギリスのロックベーシスト。作詞家、作曲家。ギーザー・バトラーの芸名で1960年代から活動を続けている。創設メンバーとして参画し、現在も活躍するイギリスのヘビーメタルバンド、ブラック・サバスのベース奏者、作詞家として著名。他に、自身の名前を冠したヘビーメタルバンド、ギーザーでも活躍する。バーミンガム出身。 1967年秋、QUOG オズボーンとレアブリードなるバンドを結成。一時期は別の道を歩んだが、二人は再び合流し、ブルースバンドポルカ・タルクを結成。ポルカ・タルクは、ジアースと名前を変え、さらに1969年にブラック・サバスへと名を変えた。レアブリード時代のバトラーは、リズムギタリストであったが、トニー・アイオミの要望もあり、 ベースに転向その後一貫して、ベーシストとして活動することになる。1970年、ブラックサバスのメンバーとして、アルバム、黒い暗息日でデビュー。以降今日に至るまで、HR、h m 界の第一線で活躍することになる。オジーオズボーンをフロントに立てたブラックサバスにおいて、バンドのレパートリーの歌詞はほとんどすべてをバトラーが手がけている。 彼自身、宗教、サイエンスフィクション、ファンタジーなどに造形が深く、クロマ術、オカルトをバンドイメージの一つとして採用したブラックサバスの世界観を具体化するにあたっては、彼の各氏が果たした役割も非常に大きい。ワウペダルの使用やダウンチューニングとサウンドメイキングにおいても様々な工夫を凝らし、グループの個性を確立するのに貢献した。 1980年のオジー脱退後も、ロニー・ジェームス・ディオ、イアン・ギランラを迎えて、引き続きグループは活動したが、バトラーは1984年にブラック・サバスから、脱退、ギーザー・バトラー・バンドを結成した。1988年には、オジー・オズボーン・バンドに加入し、ノーレスト・フォー・ザ・ウィケッド・ワールドツアーに参加した。1991年、 悪魔の起敵のメンバーが再集結したブラックサバスに復帰、アルバム、ディヒューマナイザーをはじめ2枚のアルバムに参加するが、1994年、クロス・パープスツアー終了後に再びブラックサバスを、脱退。1995年、オジー・オズボーンのアルバム、オズモシスに参加した後、自分のプロジェクト、ギーザーを立ち上げる。以後、再結成ブラックサバスや、 ヘブンヘルなどで活動を続けている。ありがとうございます。